見たな。あ、これ戦闘になっちゃうのか。動く赤道、ちょっと待って、これ倒せる？ドラゴンクエスト5続きやっていきましょう。 BGM ないですが、ちゃんと音は、取れていますね。ピッピ鳴ってるね。はい、続きやっていきます。さあ、なぜか BGM がないけど、みんな寝てんのか。あ、武器や防具屋の人は寝てないね。道具屋の人は寝てるんだ。ただこれは、あ、寝てるからいけるよってことだよね。己怪物め、町には入れさせないぞ、むにゃむにゃ。うん、行きましょうか。さあ、北の方にあるっていうことだったので、うわ、これ戦闘大丈夫か。グリーンワーム不安だけど、これ大丈夫かな。かなり不安だぞ。よし、ナイス。とりあえず倒せたね。さあ、これ北の方って言ってたけど、こっちで合ってんのかな。あ、でも橋があるな、あそこに。ドラキー3体。ビアンカの HP がマジできちいな。やーばいな。オッケー、倒した。二人いるとかなり、あれだね、楽になるね。そして、これ、ビアンカのレベル上がるかな？ビアンカレベル2。オッケー、いいよ。結構上がるね。能力しっかり上がっていって、これ、マップを確認して、あー、上にあるね。上にあるけど、左から行かないといけないね、これ。これ薬草ちょっと買ってけばよかったかもな。一角ウサギの大ネズミ。なかなかダメージ食らうけど、まあ、最悪ホイミもあるので、お、逃げた。珍しく敵が逃げたな。この上だよね。あそこだ。なんとかそこまで行ければ、いいんじゃないかな。さあ、首長イタチに大ネズミ。まずはネズミからやるか。甘い息。うわ、マジか。眠ったけど。ビアンカこれ倒せる？オッケー。まあ、これだったら、なんとかなる。ナイス、会心の刺激。オッケー。まあ、なんとかなったな。とりあえずこれ、安全策で回復させよう。ビアンカ回復させて、これでいこう。よし、着いた。ん？なんかとんでもない音が鳴ってるぞ。この洞窟だよね。お？錆びついていて開かない。ビアンカと話しても特に何も言われない。あれ、ここじゃない？もしかして。困ったわね。他のところから中に入れないかしら。ってことは、こっちじゃないの？あ、後ろから入れる。ほらほらほら、来た来た来た。ここにボスがいるってことなのかな？お。ここも開かないか。じゃ、この上から行って、お、なんかおるぞ。ん？閉じ込まれた？大丈夫か？うわぁ、これ戦闘が起きそう。ちょっと待って。うわぁ。なんか出てきたぞ。おい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 。え？捕まった？
嘘、ビアンカが連れてかれた。マジか。まあでも、ん？なんか光ったぞ。調べる。見たな。あ、これ戦闘になっちゃうのか。動く石像。ちょっと待って、これ倒せる？やばいな。これ大丈夫かな。1、様子を見てる。これ逃げよう。いやー、嘘でしょ。まあ、1ダメージじゃちょっと倒せないぞ。やば。これは、様子見たら逃げるしかねえな。逃げれないのかな？うわ、なんか逃げれないっぽくない？あー、やばい、倒された。真っ黒で何も見えない、どこか狭いところに。あ。あ？これなんだ？ん？ん？ん？あ、ここ？ビアンカの墓。文字が読めなかった。中を調べよう。え、ここにビアンカもいるってことか？ああ、苦しかった。リーベったら今まで何してたのよ。でも助けに来てくれたからまあいいわ。さあ行きましょう。え、なんか助かったけどさ。これ大丈夫だった？まあ普通に考えたら左から行くよね。本棚。特に変わった本はない。裏側。あ、両方裏側か。なんかないかな。お、なんか人いるぞ。人の霊が。優しく見つめるとそっと目を閉じた。うわ、消えた。おー、扉じゃない。床に階段が隠されていた。特に変わった本はない。じゃあこの下進んでいくと、んー、カラスが窓から外へ行ったな。ここは開くんだ。じゃあまあ普通に考えてこっちかな。話をするか。私はこのレヌール城の王妃、ソフィア。十数年ほど前、お城の者は皆魔物たちに襲われ殺された。なぜあんなことになったのでしょう。噂では邪悪な手の者が世界中から身分のある子供をさらっている。しかし私とエリック王には子供がいませんでした。子供さらい魔物たちは、その腹いせに皆を襲ったのかもしれません。今となっては嘆いても仕方のないことですが、せめて私たちは静かに眠りたいのです。どうかお願いです。この滅びた城たちに住み着いたゴーストたちを追い出してください。そうでなければお城の者たちはいつまでも呪われた舞踏会で踊らされたままなのです。ゴーストをぶっ倒せと。ビアンカと話すか。王妃様かわいそう。死んでしまった後もひどい目に遭わされているのね。リーベ頑張ろう。どうせお化けを退治しに来たもの。いいよね。うん。倒しに行きますか。ただ動く石像にボッコボコにされたけど、これは本当に大丈夫なのか。ああ、マジで真っ暗。なるほど。これは、ん？あ、ランダムかこれ。ここでいいか？おっと、王様が、いたね。なあ、ここで戦闘。ナイトウィプス。大丈夫か？ルカにやられて、うわぁ、6ダメージずつ。
え、しんどくね？ちょっと待て。薬草をビアンカ。危ない。やるか。あぶね。ちょっと待て、もう薬草がなくなる。倒されたんだけど、うっそーん。戻ってきちゃった。また明日。あらまあ、やっちゃった。これ。頭が痛い。どうやら風邪をうつされた。これどうなる？どう考えても敵が強かったもんな。ビアンカは、あ、いる。今夜も行く。今のうちに寝ておく。あ、行こう。ああ。もうじゃあ行くしかねえな。っていうか、一日でこれ帰るんじゃなかったっけな。いやー、マジか。これはじゃあさ、ちょっとレベル上げる必要があるよね。なかなかしんどいね。ただそういうレベル上げも多少でもお見せできればと思います。で、レヌール城なんとか今日というか今回で攻略したいので、これさ、武器変える？あ、金がねえ。そして、武器変えないか、これ。あ、ダメか。あ、武器変える。これ武器買ってった方がいいよね。というか、うわあ、そうか、薬草も全部なくなったんか。で、道具屋の人いないから薬草買えねえよな。どっか行ったかな？となると、やはりこの辺でレベル上げをする必要があるよな。もうちょっと、こっちの方が敵が出るか。まあ、といっても、大ネズミ一体だと経験値はそんなに多くないからね。オッケー。まあ、8ゴールドだし。103ゴールド。銅の剣欲しいね、やっぱり。で、死んだのがやっぱ痛すぎるわ。お金が半分になっちゃうもん。まあ、ちょっとレベル上げていきましょう。ビアンカにもちょっと装備させたいしね、なんか。っていうのもあるんで。さあ、グリーンワーム。いいよ。オッケー。まあでもどういう感じでさ、動画を進めていくかっていうのも考えていかないといけないんだけど、まあなのでこのレベル上げの動画をどの辺まで映すかというか、まあ本当にゆっくり進めていくのであれば、もうこの回はこのレベル上げを中心にやっていきますということでもいいと思うんですよ。で、次回、レヌール城を完全攻略しに行くみたいな。まあ、ただね、そうするとやっぱ、まあ、ペースが遅いっていうのもあるし、レベルがかっちり上がっていくっていうのも、なんかちょっと違うかなと。やばい、ビアンカ倒される。危ないな。で、呪文ホイミ。OK、しっかり回復。やっぱり難易度はそこそこあるよね、ドラクエは。しっかり上げないと倒せないときは本当倒せないでね。
よし。私なんてサンタローズまでしか行ったことない。お化け退治が一番の遠出。へえ。まあでもこんな夜中に、よう頑張るな。お化け退治なんて。まだだって8歳と6歳でしょ。がこんな、ねえ、真っ暗なお城の中を探索していくとはどんなメンタルしとるんやっていうくらいすごいけど。よし、倒すぞ。はい、オッケー。さあ、レベルが上がる。これはリーベじゃないか？レベル5。いいね。これぐらい上げていかないとね。うん。ビアンカもレベルが上がる。ビアンカレベル4。なんか覚えるか。さすがに何も覚えないか。で、あとは装備を強くすればある程度戦えるんじゃないかな。って思うけど、どうなんだろう。もうちょっとレベル上げる必要があるのかどうか。まあ、なので今回のパートでいけるかなーっていうぐらいかな。お金がなんとか集まればいいんだけど。160ゴールドか。もうちょっと増やしたいね。あー、ビアンカ一気にダメージ食らう。ホイミビアンカで。よし。なんかビアンカの方が狙われやすいな。普通から考えたら戦闘から狙われやすいと思うので、リーベの方がダメージ受けると思うんだけど、単純にまあ HP の差か。いや、武器変えたいね。オッケーオッケーオッケー。武器をな、もう2段階ぐらい強くすると全然変わってくるんで。もうだってこの時点でバブルスライムが出てくるから、結構ね、しっかりした敵が出てくる印象だよね。あ、でしかも毒になった。これやばいな。しかもこれ回復しようとしたらさ、毒状態、防具屋。これ道具屋さん寝ちゃってるってことかな。ちょっとこれ回復したいな。あ、ああ、戻ってきちゃった。ああ、眠い。今日はやめにしよう。ああ、また明日になっちゃった。これなんとかクリアしないとね。パパスがまた風邪ひいてんじゃないの？情けないことだ。そうすると、帰れないから。あ、HP、あ、毒の治療ってそうか。しないといけないんだ。じゃあ、ちょっと待て。毒の治療を教会でしないといけない。毒の治療で5ゴールドだ。はい。まあ、ついでにセーブして、もう一回レベル上げていきましょうか。さあ、夜になったんで、またね、戦闘しに行きましょう。で、そうか、昼の間に回復とかも買ってきゃいいんだ。まあ、だから、ここでレベル上げてって、次の夜かな、うん、ぐらいに行きましょうか。で、これまあそのうちね、モンスターを倒していくと、たまに仲間になるっていうことが
まあ、あるのがドラクエ5の特徴ですよね。まあだけどレベルを上げていかないと多分何レベル必要っていうのが確かあったと思うんですけど、まあなのでモンスターが仲間になるのはもうちょっと先かなっていうところかな。だけどベビーパンサーも仲間になるんじゃないかな、このお化け退治した後に。多分あいつらから猫を返してもらって、多分そいつが仲間になるんじゃないかな。最初のモンスターの仲間っていう感じかな。まあなのでまずはここはしっかりレベル上げて、あの夜のお城を攻略していくというところからさ、レベルが上がっていく。ビアンカかな。ビアンカレベル5、いいね。なんか覚えるか。マヌーサ強い。ビアンカの成長がすごいな。はい、一旦昼にして、お金が284ゴールドあるので、これで、銅の剣を買って、装備すると。で、持っていたヒノキの棒を売りましょう。まあ、あとはいいかな。はい。で、薬草を、あ、19ゴールドだから、金がねえな。もうちょっと買いてえな。まあ、いっか。で、一応袋にも入れてあるので、まあ、後でビアンカに持たせて、お城に行きましょうか。さあ、ここ正面からは入れないので、あ、これ。花瓶があった。あ、薬草ナイス。そして、キメラの翼。これはでかいね。さあ、ちょっと収録は30分を超えてきたんですが、まあ、なんとか、このボスを倒すところまで行きたいけどな。ここ超えて、はい。閉じ込められて、これはでもどうだ？もうやってある判定だね。ってことは、いけるね。うん。で、このお墓も越えて、オッケーオッケー、戻ってきた。で、この先だね。この先で戦闘が起こるので、真っ暗。そうね、そうだった、そうだった。まあ、いっか。このまま行きましょう。明るくならんか。明るくなった。この、ここだ。よし。ああ、そうだったね。で、王様がいたよね。なんか踊っとるな。うわ、ここで戦闘が入った。あ、まあ、でも、大ネズミバブルスライムだったらいけるか。てか、毒が嫌だから。ナイスビアンカー、オッケー。これはかなり、いけるいけるいける。お金もしっかり入るから。あ、王様がこっちから、そこ？そこの部屋を、話すよ。おお、ここまで来る勇気のあった者はそなたたちが初めてじゃ。何年か前からこの城にゴーストたちが住み着いてしまい、わしとソフィアは眠りにつくこともできぬ。かつてはこの城に咲く花々を眺め午後の茶を楽しむのが我らの幸せだったというのに。どうかお願いじゃ。ゴーストたちのボスを追い出してくれるのか。はい。
で、どこにいんの？4階の王座の間に、周りの魔界の幽霊たちを守っている。ここに来るまで真っ黒なフロア、その中央にボスがいる。後ろのドアの向こう階段上がれば4階。なるほど。階段の向こうを上がれば。ここ？どうやらこの先かな？待ちなさい、まだ話すことがあるというのに。お？あー、地下まで降りれば松明がある。そうなんだ。さあ、こっちじゃ、あ、なるほど。錆びついたドアも開くようになったと。オッケー、じゃあこっちから降りて、こっちで合ってるのかな。台所に松明。これ大丈夫か？あ、あー、ここ進む。誰かいるな。おお、ゴーストだけでなく魔界の幽霊まで住み着くとは。かつて書物が読んだこの魔界の王ミルドラースがこの世界に手を伸ばしているのだろうか。ここで名前出ましたね、ラスボスのミルドラース。松明、これ？どうか魔界の王を倒し、わっつー、ここで戦闘が入る。お化けキャンドルかけ3。大丈夫なはず。6ダメージ、7ダメージ。おっとー。これやばいな。薬草は自分だな。オッケー。とりあえず、しのげる。いやー、これで一体か。まあ、ここは普通に攻撃しよう。危ない！あぶねー。それぞれ薬草かな。一旦ここは、しのぐ。メラ、危ない！嘘でしょ！次回だね。次回倒しに行くわ。